はい、どうも、アトリガイです。本日もよろしくお願いします。ということでね、中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ、開幕カードの読売ジャイアンツにね、オープン戦前哨戦、6対2で勝ちました。ドラゴー。はい、ということで、まあ、いくらね、オープン戦とは言ってもね、まあ、やっぱり開幕カードの対巨人にね、勝つことができて、今ね、勝利の余韻ね、浸ってます。めっちゃ嬉しいです。まあ、解消って言いたかったんですけどね、ちょっと最後に、田島投手とね、サードの石川選手のエラーで、まあ、解消とはならなかったですけど、まあ、ほぼほぼね、ドラゴンズのペースで、巨人をね、圧倒できたかなと。そして試合内容もね、素晴らしい内容でした。うん。もう今日はね、ドラゴンズファンにとっては、めっちゃね、たまらないいい試合だったと思います。それでね、早速、気持ちいい、楽しい振り返り、やっていきましょう。はい、一方、打撃陣の方なんですけど、まあ、なんと言ってもね、1番。岡林勇気。ナイスバッティングでした。素晴らしい。最高です。ということでね、今日は猛打賞、プラスフォアボール一つ獲得っていうことで、まず1打席目ね、相手の先発ピッチャー、もうほぼエース候補と言ってもいいね、山口投手からね、ストレートの153キロアウトコースをね、結構厳しい球だったんですけど、センターへ弾き返してヒット。もうあのコースをね、センターにポーンって簡単にヒット打ったらね、打たれた山口投手もね、やっぱ立ち上がりってね、不安と緊張で誰もがあるわけですよ。その中でね、試合開始用意ドンでね、あんな簡単にヒット打たれたらね、相当精神的ショックで、まあ、あれが本当の試合だったらね、かなり岡林選手ね、素晴らしい活躍だったと思います。まあ、そしてね、2打席目も落ちる系の球が少し甘くなったところをまた捉えてヒット。で、3打席目に関してはね、ナックルカーブ、デラルサ投手のナックルカーブをね、うまくね、右足で踏ん張って残してヒット、センターヒット。もうナイスバッティング。もうナイスバッティングって何回も言ってますけどね、本当にね、うまいっていうか、なかなかね、経験も少ないんで、新しい初対戦のピッチャーも多いと思うんですけど、その中でね、1打席で結果を残してくるあたり、そして1番バッターとしてね、バットをしっかりボールにコンタクトするね、そして簡単にヒットを打つ能力、で選球眼もいい、自分がまず追い込まれるまではしっかり打てる、狙ってる球をね、コンパクトに打ちに行って、追い込まれたらね、ちょっとタイミングをずらせても、なんとか粘ってね、バットに、なんとか捉えてヒットにするっていう、まさしくね、1番バッターにね、ふさわしい岡林選手、いいなと思います。まあ一年間ね、もちろん壁にぶち当たることあると思うんですけど、この対応力、適応力を見るとね、一年間少し我慢してでもね、使い切ったらものすごく成長しますし、ドラゴンズね、まあ大島選手がね、ちょっと年齢が上がってきてるんで、その後釜としてもね、守備でもライト、肩がいいですから、元ピッチャーも、だけもあって、まあ一番岡林選手ね、まあ、相手ピッチャー、巨人の先発ピッチャー、開幕投手、菅野投手ですけど、あの菅野投手のキレキレのスライダーにもね、対応できるんじゃないかなと、期待感を持ってしまうぐらいね、今絶好調なんで、岡林選手も本当にね、楽しみです。そしてね、1回の裏にね、岡林選手が出塁して、大島選手がヒット打ってね、ノーアウト1、2塁から、その後ね、チャンスで、周平選手と、ビシエド選手がね、打てなくて、まあ、バットに差し込まれてね、お互い内野フライっていうことで、まあやっぱりね、しっかりビシエド選手の前にランナー貯めて、いい状況を作ってもね、4番5番が打たなきゃね、ちょっとどうにもならないんですけど、まあ、ただなんといっても今日はね、そのピンチを2アウトからね、満塁でランナーが溜まってて、今日もね、またランナー溜まっても点取れないのかなと思ったところを、木の竹がね、1球でね、まあバッター有利なカウントで1球で、これでね、打った瞬間ね、レフトスタンドへぶち込んで、満塁ホームラン、ナイスバッティング、ナイスバッティングということでね、もう本当にね、まあ、あの甘い球をね、打ったホームランはね、まあ、プロからしたらね、当たり前なのかもしれないですけど、まあでもやっぱりね、その前のバッターがね、アウトで続いてきて、相当ね、木野拓選手にもプレッシャーがかかったと思うんですよ。その中でしっかり甘い球とはいえね、一振りで仕留めてね、まあ木野拓選手ホームラン打てるっていうのは去年から分かってますけど、ああいう場面でね、もう満塁ホームラン、めちゃくちゃ大きい4点になったわけですよ。もうやっぱりドラゴンズ打線でね、木野拓選手はもう欠かせないと言っても過言ではないと思います。まあね、彼はね、ポジションはキャッチャーですけど、ドラゴンズ打線のね、主軸を担えるぐらいね、もうバッター、一流のバッターとしてね、認めなきゃいけないと思います。だからこそね、まあちょっとレギュラーで出るために143試合はね、スタミナの問題ありますけど、多少無理してでもね、なるべくたくさん、一つでも多くの試合ね、木野拓選手出て、ドラゴンズの主軸をね、担ってほしい。めちゃくちゃ期待感が持てるね、バッティングでした。そしてね、なんといってもね、5対0で終わらずに6点目取った時のシーンもね、良かったと思います。京田選手がね、ワンアウト満塁で回ってきて、まあね、ゴロ打てばね、左バッターで足が速いんで、なんとかね、
ゲッツー崩れの間に1点をもぎ取ったっていうことで、まあ、自分の役割としてはね、理想はヒットを打ってほしいですけど、ああいうところでしっかりね、ゲッツー崩れの間に1点を取るバッティングっていうのもね、同じアウトでも、ドラゴンズは投手陣いいですから、1点がね、めちゃくちゃね、ドラゴンズにとって大きな1点になるんで、ああいう点の取り方ができたっていうのもね、今日は良かったポイントだと思います。そして一方でね、投手陣、今日はなんといっても、先発小笠原投手、100球7回無失点、ナイスピッチングでした。ナイスピッチングでした。ということでね、もうほんとね、文句何一つありません。実は小笠原投手ね、去年ね、チーム別のワーストの防御率、今日対巨人ね、6.43 ということで、ちょっとそんな悪いイメージはなかったですけど、そして岡本選手はね、対5割打たれてたってことで、まあ、ちょっと今日岡本選手ね、出場してませんでしたけど、そうは言ってもね、もう今日内容、投球内容もね、素晴らしいピッチングでした。もうしっかりね、ストレート、右バッターのインコースしっかりついてね、そっち追い込んでからアウトコースへのチェンジアップで、もうバッターもタイミングがずれてね、ずれて仕方がない。三振取って、でカーブでもストライク取ったりとか、三振取ったりとかね、もう小笠原投手の良さがね、溢れてました。まあ、打たれてもヒット、ホームラン打たれずにね、失点しなかったっていうことで、まあ、7回しっかりね、今日投げたんで、回の終盤の方でもね、スタミナ切れることなくね、しっかり投げ切っていたっていうところはね、良かったと思います。そしてね、中でも印象に残ったのが、対坂本選手ということで、まあ、巨人の中でもね、ちょっと人一倍ものすごいね、輝いて見る選手なんですけど、バッティング技術があってね、その対坂本に対してね、結構ストレートインコース攻めたりとか、チェンジアップカーブ使ったりしてね、粘って坂本選手が粘ってきたんですよ。で、めちゃくちゃ見応えがあるね、対戦だったんですけど、最後の最後にね、アウトコースに、ね、いっぱいチェンジアップで空振り三振っていうことで、まあ、やっぱり他のね、巨人バッターの中で坂本選手は1ランク、2ランク抜けてる選手ですけど、あれ粘られてもね、そこでね、負けずにこっちも粘り勝ってね、三振を取ったっていうことで、まあ、あの投球見てね、もう小笠原投手、開幕ね、準備万端だなと確信しました。そしてね、その後は谷本選手が打者3人切りで、ナイスピッチングでした。そしてその後ね、田嶋投手がね、ちょっとピンチを広げてね、まあ、サードの石川選手のエラー含みますけど、2失点ということでね、ちょっとピリッとしませんでした。最初ね、3球三振で立ち上がった時はね、もう今日はいけると思ったんですけど、その後にヒット打たれてから、フォアボール、これが良くないですね。で、ワンアウト満塁にして、投げてたのを打たれてね、左バッターの大城選手に打たれたあたりがね、サードの石川選手ね、そんなに動かなくてもね、正面だったんで、まあ、鋭い打球とはね、あそこは取って欲しかった正直。取ってたらダブルプレー取れましたし、まあ、最悪ま、前に落としてね、2失点になることはね、なかったと思います。もしこれがね、東京ドームとか、まあ、本当の公式戦だったらね、ああいうね、エラーで2失点して、その後にズカズカね、相手のペースになって、最悪逆転負けってこともね、本当に巨人ね、そして野球っていうのはもう一つの流れ、リズムが変わったらね、一気に逆転っていうのもね、ありえなくはないんで、本当に怖い経験僕もね、何度も試合見てる中でしてるんで、ああいうエラーはね、もう絶対にしないでほしいなと。まあ、石川選手もね、サードで出る以上は、守備めちゃくちゃ大事なんで、たくさんノック受けてね、もう一回引き締め直してほしいなと思います。まあ、そして田嶋投手もね、もう一つ一つのボールはキレがあってね、結構空振り取れてたりとか、いいピッチングしてると思うので、もうちょっとコース狙いすぎてね、フォアボールっていうのは本当にね、良くない。そして、あの時もね、6対0で大量得点してたんで、もっと大胆にね、ある程度ストライクゾーンね、アバウトでもいいと思うので、どんどん投げる、木下捕手とね、話し合って、しっかりもう一度ね、立て直してほしいなと思います。ということでね、今日はドラゴンズファンにとってはめちゃくちゃね、たまらないいい試合でしたけど、まあ、今日のね、投手の MVP は小笠原投手、野手の MVP はね、岡林選手、もうこれは間違いないと思います。やっぱりね、ドラゴンズの一番に岡林選手が出てきたっていうのがね、もう本当に2022年、新しいドラゴンズをね、象徴してるかなと思いました。はい、ということでね、明日はね、アウトローインハイ、初めてのね、今季初のバンテリンドーム現地動画っていうことでね、ぜひ皆さん、お楽しみください。まあ、そしてね、まあ、しっかり勝利をね、もぎ取ってこようと思います。ちなみに明日の先発はね、松葉投手っていうことで、まあ、松葉投手もね、めちゃくちゃね、目立つ存在じゃないかもしれないですけど、本当にね、丁寧にね、打者を打ち取ってね、もう開幕のね、ローテの5番手、6番手にはね、入ってくる投球してるんでね、明日、本当にね、現地で、めちゃくちゃ楽しみにしてます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね、明日めちゃくちゃ楽しみだ。